が普通に入ってたね。もう楽しい。で今日はね、あのほのかの、うん、あのメイクポーチ持ってきたんですけど、これでユにメイクをしていこうと思います。イエーイ、ほのかさんの顔になれる。本当にメイクするのマジ苦手やけど頑張ります。はい、ではちょっと化粧落としてもらいます。ひめこすっぴんになってもらったんですけど、何も変わりません。なんかさ、マジで何も変わらない。これでさ、三つ編みしてるとさ、田舎のやばい、ほのかさんの顔になれるよ。めんどくさいな。じゃあまず最初に使っていくのがこちら、はい、キスマットシフォン UV モイストベースニバーのナチュラル。これを下地を塗っていきます。これはね、テカリ防止になったりとかね、なんかね、いい感じですね。これはね、いいと思います。ほんまにこれテカラン、他の使ったらこれめっちゃテカるやんってなるもん。まず5点置きしていきます。ペン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 、5点置き、いつもせんよ、いつも手に塗ってバーってやるよ。あれだよね、わかる。こっちだって絶対使わないでしょ。でもネオちゃんが使ってたから使う。最近ネオちゃんに見えました。ネオの影響ねえ、人の顔見て笑ってた。違う、だってさ、目つぶってさってやったりのにさ、目ポンポンって合わせて、目つぶればいいんだ。笑っちゃうもん。パチパチして、パチパチして。意識しちゃって、広がってるんかな、ちゃんと。遊び始めてる。はい、ということで次、はい、ファンデーションがこちら、レブロのカラーステイメイクアップの180番です。こちらはね、カバー力がね、非常にね、ある商品となっております。これもね、ご手置きしていきます。ワン、ツー、スリー、フォ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 ー、ファイブ。これはポンポンしていきます。これポンポンすんの楽しい。楽しそうだね。ユンがポンポンされてんのおもろいもん。ねえ、ね、動かないで、本当にね、頑張ってるんだよ。ごめんごめん、もう笑いが止まらなくなってます。2人とも馴染んできましたね。いつもさ、メイク何分かかる？自分の15分とか。おお、早いね。何くらい？10分、15分、そんぐらいだよね。一緒やんけ。うん、なんめっちゃ叩くやんって思わんかった？思った。いつも自分こうやってやってますよみたいな感じだったけど、そんな全然せえへん。終わり。動画用にね。次、クンシーラーはね、いりません。クマはクマクマ。大丈夫？いい？ないね。じゃあパウダーがこちら。知ってる。クリアラストフェイスパウダーハイカバーマットオークル。これはね、いいね、本当にね。でももう一つある。おお、黄色もある。ハイカバー白肌オークル。ほんのり白つや。これをね、2つね、使っていく。これを T ゾーンに使う。使い分けてんの？なんか厚塗りになってしまってるかもしれない。顔ちっちゃいからかな。マジで顔でかいからさ、いつものさ、量でやったらさ、首まで伸び、結局ここまで使っちゃう。使い分けれてない今。うんうん、じゃあ次こちら、これがイヴ・サンローランブラッシュボルプテ4番。これはお誕生日にね、ネイリストさんからもらった。これでシュッシュって。イヴ・サンローランだって。どうですか？いいね、もうこれでいいよ、もうこれで。ほんでこれで完成。もう完成にしていい、やっぱりめんどくさくなってきた。そうそうそう。で次、あ、忘れてた、これこちらキャンメイクのマットフルールシェーディングの2番。でこのね、シェーディングをね、あの眉毛にも使うし、ノーズシャドウにも使うし、この暗い部分を取ってね、ノーズシャドウ、あんま濃くやりすぎたらね、あんま分かんと思う。でこの白い部分でね、ハイライトにも使う。うん、いいね。顔高くなった。うん、なったなった。適当や。え、もう眉毛とか苦手かな。一番暗い色でこの細い筆で取ります。それでやるんだ。そのままシェーディングのやつを使って眉毛描くんだって。だって全部茶色やから一緒だよ。そういうこと？うん、全部茶色やからね、一緒。確かにね。うん、今度さ、お菓子でメイクしてみたいんだけど。いちご、ぺちゃぺちゃ。誰もやってないかな。食べ物でやってる人もなかった。怒られそう。食べ物を粗末にするなって。うん、これでいいね。はい、じゃあ次、これはキスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウの7番のアッシュベージュですね。こちら出ました、ヘビーローテーション。これをね、
つぶれよ。どこ見てないのか分かんない。見つめてくるんだよ、たまにちらって。目つぶればいいんだね。これ目つぶる必要あるの眉毛。しかもさ、眉毛の色合ってない。いいよ、大丈夫。はい。はい。次がこちら、アイシャドウ。でね、なんだそれでか。これはね、あのなんかリスナーさんにいただいたんですよ。インフィニートビューティー1番、うん、これがめっちゃなんかいい色なん、全部でめっちゃ大きい、わかる、これ手で、うん、めっちゃ、いつもこの1個しか使わん。今日でもこれ使ってる。でもいつもこれ、これ使う。いつものがいい。なんだよ、今日はあかんみたいな。今日なんか変化、そんな。かわいい、今日も目つぶって。はい。このほのかと一緒にしていいん。一度がいい。これはどこに塗ってるんですか。全体に塗って、端っこだけ濃くしたりする。明るい色全部に塗ってとかめんどくさい。ほのかさんらしい。いつものゆんちゃんの方がいいってなるやろな。そりゃそうだよね。上見てで、こっちの端っこにも塗る。目尻、下まぶた、うん、囲む。あ、全部は囲まん。なんかほのかの目に似てる。ゆんの方が垂れ目やけど。カラコンも一緒にして、髪色も一緒にして。そんなんしたらそんなんしたらでも似そう、なんか。何した。あ、涙袋。この黄色を使います。これ塗るやつない。手で、じゃあこうやって横にピピ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 って。かわいい。ピピピなの。これ見て、これ。あー怖い。おーおーおー。あ、いけたね。いけた。あ、いけたね。なんか天才ちゃう。ちょっと待って、ちゃんと塗るね。ちょっとこれでやっぱ塗る。あ、結局これだったらいける。いい、いい。うん、じゃあ次、ラブライナーのリキッドアイライナー。これを目尻の方だけ引く。ちょっとほのかは跳ね上げてるから、ちょっと跳ね上げてみるね。やって、やって。跳ね上げれるかな。うわあ、いけた。なに、あれ、いや、左右対称できんかも。全然違う。全然違う。これちょっと左右違うけど、まあいいや。お、すげえ、すげえ、すげえ。大丈夫？ノンビラメイクで培ってきた。すげえ。いえ、よし。ビューラーしました。ビューラーして、で次がこれめちゃくちゃおすすめ。メイベリーラスニスタのオイリシャスのブラック。これめっちゃいいですね。これ本当に、うんうんうん、お湯で落ちるタイプ。ダマになりにくい。うわー、普段マスカラやれへんやんないよ。するよ。え？下はしない、上だけ。もやる。いつもと全然違う色になってる。上手だね、マスカラ塗るの。ここ見えてないはずなのに上手って言ってた。違う、どっかに目ある。もう一個あとなんやろ。あ、リップ。リップがね、こちら。あ、知ってる知ってる。キャンメイクリップティントシロップ2番。これ4も使ってる。うん、使ってる。これめっちゃいい。でもこれじゃないやん、ピンクのやつ。これも持ってるの。持ってない方が面白かったのに。持ってない。なにそれ。やらせ。あ、全然色変わる。あ、うん、うん、うん、オッケー。またアピールしてきましたけど。メイクさんとかめっちゃ綺麗に塗るよな。うん、いけたかな。ちょっと下、下もちょっと下。はい、オッケー。もう前髪を下ろしたら完成ですね。完成、完成でーす。え、かわいい。いつもよりかわいい。マジで。本当に？ちょっと見てもらいましょう。はい、お、どうだった？え、そうそう、でも左右ちょっとちゃうかったりとか。はい、どうぞ。いけます。ね、ご対面。うわー。誰？でもいつもとちゃうのな。え、でもよくない？なんかちょっとセクシーじゃない？私セクシーじゃない？色気が出たっていうか、うん、マジマジって感じ。ほのかさんになれましたか？うん、なれた。でも目が似とる。まあ、ゆうの多分綺麗な顔してるからどんなメイクしても多分似合うと思うんですよ。みんなも友達にメイクとかしてみてください。確かに絶対人それぞれ違うからね、うん、やってもらったら楽しいと思う。今度双子したいな。メルの企画でお願いします。お願いします。服も双子で、髪の毛双子で、ねえ、変な服選びそう。フリフリとかこれだって着る。
ろって言われたら嫌やもう。ほのかがこんなん言ってたら意味わからん。この前なんかネオユンでコーデを逆にしたやつがあれをほのかさんとやりたいです。ぜひお願いします。メルティーいやいやいや見たい人はねコメント欄にいっぱい書いてくれるので、ね、メルが実現させてくれると思うのでよろしくお願いします。今日の動画はここです。明日の動画はこちら。1、2、2個1です。やー機能紹介をしていきたいと思います。プロレスラーみたいな